ます。本日も早速始めていきたいと思います。24時間常時放送のインターネットテレビ、シャナナ TV がお届けいたします。きっかけ、アラカルト。本日もね、番組の方を担当させていただきます。スーパー変態サラリーマン、ヒラボンでございます。よろしくお願いいたします。ということでね、今日からまた新しく月曜日始まりましたけども、もういよいよ皆様にお待たせをいたしました。こちらのね、このシャナナ TV の、イベントの方がですね、いよいよこれ今週末、土曜日ですね、10月31日土曜日、朝11時から、18時まで、中崎大阪の中崎町ホールということでいよいよ行われます。これどんどんね、こちらのイベントの告知の方も今までさせていただいたわけですけども、それはもう初めての企画でございますから、ほらもういろんなことをですね、ブースもいっぱいありますし、食べ物もいっぱいありますし、出し物もいっぱいありますし、なんやかんや鼻かんだといろんなものがですね、このイベントでね、盛りだくさん、楽しくやっていきたいと思います。僕たちパーソナリティの方なんかも、一緒にね、どんどんこちらのイベントの方、盛り上げていきたいなと思いますので、ぜひぜひお越しください。もう入場無料でございますから、もう入場無料を言うたら入場無料ですよ。それぐらいね、すごい感じで、楽しくやっていきたいなと思っておりますので、ぜひぜひ、よろしくお願いしたいと思います。ということでね、今日も始めていきたい中で、今日はですね、実は、この番組が、始まった時から実はですね、密かにもう速攻にぜひ来れるタイミングがあったらお越しくださいと、いうことで、お願いをしておりました方がですね、まあ、関東の方なので、まあ、なかなかこう収録のね、大阪まで、来れないということがあったんですけども、ようやく、お越しいただくことができました。僕のすごく大好きな、友人でもあるんですけども、僕もこんなことできたらいいなと思うことをやってきたんです。何をやってきたかというと、これこの後のね、お楽しみで、ぜひぜひへーというような、なかなかできないような体験を、この方されてきておりますので、ぜひぜひたくさんたくさんの、話聞いていきたいと思いますので、ぜひ楽しみによろしくお願いしたいと思います。それでは今日もきっかけアラカルトスタートです。それでは早速ゲストさんのご紹介の方をしていきたいと思います。本日お越しいただいておりますのは、家族3人世界一周講演家の山村壮太さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。頼むで、ラフな感じで行きたいなと思いますので、壮ちゃんの方に今日お越しいただいております。ということでね、今日かっこいい感じですけども、山村壮太さん、ちょっと、まあ、簡単に、ごくごく簡単に、まあ、今ちょっと言っちゃいましたけども、はい、何をされている方かちょっと、おっしゃっていただけたらと思います。はい、山村壮太と申します。こんな学校今してますけども、実はちょっと前までですね、普通のサラリーマンをしてまして、はい、ビチビチサラリーマンですよね。約20年ぐらいねしてまして、それをまあいろいろね、まあ、こう手放して今まで築いてきた地位とかスキルとかお金とか手放してですね、で去年1年間実は、家族3人で、はい、嫁さんと、あと当時5歳の娘と、はい、3人で世界一周に11ヶ月行われました。すっごい、これが約1年ですね。はい、しかもね、家族3人で世界一周をしてきたっていう、そうじゃん、まあ、なかなかね、よくほら世界一周したいとかっていう方いらっしゃいますけど、この家族3人でっていうのは、これなかなかちょっとないんじゃないかなっていうふうにも思うんですけども、きっとね、うん、なんで家族でやったんですか、これ。実はもともとね、一人できれば多分一番簡単というか手軽できるし、その次は2人でカップルできるんだけど、はい、やっぱその踏ん切りがつかなかったね。こう仕事に入ってしまうとどうしてもしまうし、そうですね、うん、ただ、まあ、きっかけというのは、はい、もともとはその学生時代に付き合ってた彼女が、はい、今嫁さんなんですよ。そうなんですね。実はね、奥さんも。そうそう、はい、で、うん、まあアジアを中心にバックパッカーとして
それぞれも行ってたし一緒に見てきて、はい、いつかまあ世界一周行きたいねみたいな話を当時からしてたんですよ。奥様とから付き合ってる、まあ、もちろん結婚するなんてことは当時は思ってなかった、はいはい、思ってなかったけど、で、まあ、でもそれをそのまま就職して、はい、働いて、そんな働き出したら世界一周どころじゃないじゃないですか。まあ、そうなりますわ ね、うんうん、ただね、僕は37歳の時に、はい、今44歳なんですけど、はい、まあ、嫁さんが妊娠したので、はいはいはい、妊娠した時にある時、なんでか知らないけど、フッツの世界一周ってキーワードが、お子さんができた時、そう、妊娠した時置いてきたんですよ、はい、なんかなと思ったんですけど、うんうん、当然ね、なんか意味があるなと思ったんだけども、はい、ただこれからその、ね、お金がかかるでしょ、はい、教育資金とか、ね、そうですよね、うん、まあ、まず思ってきたんだけども、そりゃもう無理やなと思った。あ、来たけど無理や、無理や、うん、でも意味があるな、意味があるからにはやっぱ行きたいなって、はい、そんな話をして、はい、じゃあいつ行けるって思った時に、まずやっぱりそりゃ老後やろって思ったわけ。まあまあまあ楽になる、まあ、とね、もっと働いて早くちょっとそっきりたいな感じして、はいはい、行こうかなと思ったけど、それ遅いあ、年齢経ってから行きたいところが実は行けないとか、はい、マチュピチュとか老後に行けるかなとかね、体力あるかなとか、いつ死ぬかわからんかなとかでしょ、はい、という時に次に思いついたのが、ちょうどその時って感じで5年後の、はい、5年後、要はうちの娘カノンって言うんだけども、はい、年長さんの時ね、はい、そうするとまあまあほどほど成長して、うん、で小学校入る前だから、小学校生入っちゃうとやっぱね、ちょっと辛い、あ、小学校入る前のここならいけるかなみたいな、はあ、でそこまで行くって決めて、その2014年の1月13日に行くって決めたんですよ、はい、でそこから5年間いろいろ準備をして、はい、でまあ、予定ほぼ予定通り、うん、去年の2月から年末までのがまあ期間ですね。はあ、そういう意味はもうまさにこの当然人生の中のこうタイミングがやっとあったのかな、ね、うん、まあでもこれこの5年間とかやっぱ結構大変やったんですか。5年はね、まあ初めは行きたいっていうところから始まって、はい、だんだんそうすると嫁さんとかも、まあ、初めは本気だかなんだかって感じだけども、うん、よくテレビとか見てる旅番組とかあるでしょ、はい、うんうん、それを見ててここ行きたいあそこ行きたいよし行こう行こうってこうやっていくと、はい、だんだんそれが、あと僕もこう当時ミクシーとかフェイスブックで行きたいみたいな話をしていくと、はい、それがだんだんこうリアルティックになってきて、でまあ予定が最終的に夢が予定になって妊娠になるという感じになりましたね、はい、なるほど、そうだね。あのまあちょっと今日ですね、ちょっとあのね、うん、本当はもうめっちゃ長いんですけども、まあ、全部ちょっとかけれないんですが、ちょっとねその辺のそうちゃんが、行ってきたね、はい、編集された、VTR がございますので、ちょっとそちらの方を今から、見ていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。それはどうぞ。2014年2月の3日、いよいよこれから旅がスタートします。今成田空港から移してます。では行ってまいります。届け届け君の想いを、響け響け遥かな空へ、届け届け君の祈りを、響け響け遥か宇宙へ。 Dear Children、 テレ
ということで、はい、ペルーまで行きましたけど、本当はこの後ね、まだモロッコやなんやけど、実はすごいのが、こっからなんですよ。でこれちょっとね、でも、まあ、多分見たい方もね、いらっしゃると思うんで、よかったらね、YouTube の方に、はい、実は全編上がってますので、しました、山村一家、うん、世界一周の旅で、検索していただきましたら、YouTube で出ますんで、ぜひちょっと本編ね、はい、前編から見ていただけたら、ぜひ見ていただきたい、ぜひぜひ、よろしくお願いしたいと思いますけども、まあでもこれ、5年間ね、まあ、なかなかそこが大変やったかなと思いますし、まあ、何カ国行ったんですか。全部でね、16カ国行ったんです、はい、実は、まあ、これも僕が決めてたんですけども、はい、1カ国1ヶ月って決めたんですよ。トントン行くんじゃなくて、うんうん、ちょっとじっくりそこを味わう。はい、モロッコからも、まあ、最終的にヨーロッパ行って、はい、アジア行って日本に帰ってくるんだけども、なんかこう、なんだろうな、単なる旅行に終わらせたくなくて、その場でその土地でその生活をしてね、はい、でこうその土地の、まあ、文化なり歴史なり食文化なり、そういう近所の方々のコミュニケーションみたいなのを取って、ある程度こう分かって、お互い日本文化も当然分かってますしね、はい、分かってから次の国行こうかみたいな、そういうスタイルで回ったみたいな。なので、それぞれの国に、ね、いいとこも悪いとこもハプニングあり、いろいろ、そう、またそのハプニングがこれね、ビデオ出てきますから、もうそれはもう今平和なところだったんですけどね、今言わんといわね、ね、それはもう大変な、もう最後もう涙ちょちょ切れるようなビデオでございますから、はい、はい、ということで、でもその5年間のね、そのモチベーションみたいなんて、でも行くまでの、それは宇宙シーズンもあったんだけども、僕ね、まあ、その目的としては、ね、じゃあ大きく分かると3つあるかなと思って、1つ目は、まあ、単純にその死ぬまでにね、行きたい国は全部行こう、はいはい、もうそれで次いつあるか分からないし、はい、行こうっていうのがまず単純な理由。もう1つは、一回リセットしたかったんですよね。さっきちょっとも言ったけど、そのサラリーマン人生を20年間やってきて、はい、いろいろやってきたんですよ、はい、ちょうど大体3年5年スパンぐらいで、うんうんうん、そのスーパーで働いたり、ネットワークエンジニアしたり、アメリカにも留学したし、営業もやったりみたいな、いろんなことをそれまでされてきたんですね、うん、なんだけど、なんかこう、なんだろうな、自分の転職って本当に何がやりたいのかなとか、はい、何のために生きてんのかなとか、常にそれが頭の中であって、これだっていうのが見つけられなかったんですよ。で、いろいろその、ね、セミナー行ったり、講演会行ったり、いろんなことを吸収するんだけど、なんか結構コップの水がいっぱいいっぱいで、こういっぱい吸収するんだけど、全然それが身になってないみたいな感じで、どなたかの、思い出せないんだけど、ブログだかメルマガだかで、その一回自分のそのことをやり直したとか、新しいものを本当に入れたいんだとか、はいはいはい、一回コップの水をきれいに出し、全部出して出さないと、もちろん器を大きくするってそもそもあるけれども、一回それを手放しとか出さないと新しいものが入ってこないって、うん、なんで、それにかけてみようと思ったんです。おお、うん、それでも今までのもの全部、そうですね、かけてみて、先のことは分からなかったんですよ、はい、どうなるか分からなかったんですけど、それにちょっとかけてみたいなと思ったのと、もう一つが、3つ目が、旅を通して、はい、家族の絆みたいなのをちょっと見直そうと思ったんですよ。お、家族の絆、これはね、まあ、サラリーマン、僕つくばに住んでるんですけども、うん、そこから東京まで、東京駅の大手町まで毎日めっちゃ遠いんやないですか、1時間50分ぐらいかけて通ったんですよ、はいはいはい、で、まあ、朝僕は4時に起きる毎日で、で、帰りが9時、10時っていうようなのをずっと繰り返しをしていて、家族の時間ってやっぱり長かったんですね。で、子供が生まれてもさらに輪をかけて忙しくなって、その大事なその子供のね、幼少期の本当はコミュニケーション、父子供があっちで取らないといけないんだけども、それがちょっとやっぱりできてなくて、子供も大きくなってやっぱお母さんは大好きだよね、お父さんはもういてへんね、もうなんか嫌い、あっち行ってとか、お父さん臭いとかね、こう言われるような感じになってきて、これはまずいなと思って、ただこの去年の1年間ずっと一緒にいることで、はい、なんかその、あ、離れた分を縮めようみたいな、なんかまだこう絆が蘇ったみたいな、うん、まあその中には実はいろんなハプニングがあって、う
うん、思うようにはいかなかったんだけども、はい、最終的にはその絆は、まあ、固まって、はい、今はものすごくいい感じで来ているので、その5つ3つの、はい、今持っていう感じですね。あのもう話し出すとこれキリがないんでね、もう全部のクリームのこと聞いてはいきたいんですけど、はい、まあ、なかなかこれそういうわけにいかないんですけども、はい、まあ、特にそのソーチャーの中でもこう、ここはすごい印象的やったなみたいな、なんか国の話とか、なんかエピソードとかってなんかありますかね。今日は、なんか中国の話をね、はい、中国の話を、ね、はい、これ写真は撮れてるのかな。そうですね、また出させてもらいます、はいはい、中国もこの西安とか成都とか西の方行っていたんですよね、はい、あと雲南省南の方行っていたんですよね、はい、で約1ヶ月ぐらい行ったんですけども、はい、貴州というところね、はい、貴州は尊いのかな、貴州に、はい、少数民族でミャオ族に行ったんですよ。ミャオ族、あの後で写真見て分かると、はい、頭こんなおにぎりみたいな見たことある、ドーンって多分出てるんで、出てるよね、はい、こんな感じかな、なってますね、はい、その少数民族に会いに来たかったんですよ、はい、なんかテレビで見て会いに行きたいなと思って、はい、であまりこう前調べ情報なくて行ったんですけど、もうとにかくね夜行電車があれでしょ、はい、もうそれもものすごい狭くて寝心地悪いよと思って、うん、その後乗り合いバスに乗ったのが、はい、あのいっぱいになって出発するみたいな、それもね2時間半ぐらい待たされたんですよ、人が来ない来ない、でもみんなもうねお客さん もう慣れてるから普通にこう待ってるんだけど、いつ出発すんのやろみたいな、うん、それ乗って最後はそのまあ最後の山のこう中にこう行くんだけども、はい、最後はこうバイクの後ろに乗って、はい、うちの娘と嫁さんで僕がこう2台でこう行くわけですよ、はいはい、でずっと行って山の先にそのミャオ族の村があるんですよ、うんうん、でそこでのエピソードなんですけど、はい、もうあまりにも時間かかってもう夜に差し掛かったんですよ、はいはい、もう遅かった6時7時ぐらい、うんうん、しかも雨が降ったんですよ、はい、中国から11月だったんですけど、うん、で肌寒くて、でもこうバイクの後ろに乗ってこういう感じで行ったんですよね、でこうずーっと山登ってる途中で、はい、その嫁さんと娘のバイクがいきなり止まったんですよ、はい、で、どうしたのって聞いたら、うん、うちの娘のカノンがワンワン泣いてるんですよ、どうしたって言ったら、その前の乗り合いバスの中で、はい、カノンのリュックを忘れてきたって言ったんですよ、はい、うん、でそのリュックの中にはカノンが大事にしてるぬいぐるみとか、あ、もう全部入ってたんや、入ってたんですよ、そのね、ぬいぐるみっていうのはなんでそこまでその愛着があるかって言ったら、友達がいなかったでしょ、うん、ずっとそこに回ってて、うん、いつもその日本の友達と遊びたいとか、うん、いとこと遊びたいとかって、だから友達もちろん各国でできるんだけども、はい、もう1ヶ月したらすぐにさよならになってしまうので、ね、でもう結構そのぬいぐるみがもうある意味ペットというか、うん、妹というか弟というか、うん、ものすごい大事ですね、そのペットのぬいぐるみが入ったバックパックを忘れてきたんですよ、これでもうある程度もうバスもう多分行っちゃってるし、はい、山登ってきたしバイクで、はい、しゃあないやろって言ったんです、泣いてるけど、うん、嫁さんがねかっこよかったんですよ、はい、ちょっと取り入ってくるわ、へー、うん、行って戻ったんですね、んで嫁さんは嫁さんでそのバイクで下に下ってって、で僕とカノンが乗って先に行ってるわって言ったんですよ、雨降る中、はい、で、実は嫁さんはね中国語喋れるんですよ、あ、奥様は、はい、おうおうおう、中国語の先生やってたりとかしてて、はい、日本人なんですけど、うん、なので、中国全部も任せっきりだったんですけど、で僕とカノンは当然喋られないですね、でね、こうそのミャオ族の村に行ったんです、はい、で、当然こんな多分みんな見たことあると思いますので、ある程度観光地化されてるかなと思ってて、はい、当然それは宿の一つぐらいあるだろうと思ったんですけど、うんうん、なんか様子が変なの、はい、言われて観光客はどれもいないんですよ、ほう、そういう感じのとこじゃなかったなんかね、中国人の観光客さえいなくて、なんだろうなんだろうって、はい、で、とりあえず行ったんです、行って、で、あるその農家を訪ねたんですよ、まあ、
たいんですけど、で当然こうお母さんで、で話が通じないんで、なんかこう寝るとこ探してるとかお腹が減ったみたいなことなんかジェスチャーしてるんだけど、お母さん全然わからないんですよ。でも困った顔して、でもうちの娘はとにかく泣いてる、この光景ね。お母さんはなんでこの何人かわからない人が、あの親子でお父さんと娘で、で娘がワンワン泣いてるこの光景を見て、まあ不憫に思ったんでしょうね。でこう連れてってくれたところが、その最初にその民族博物館みたいなとこだったんですよ、そのミャオ族のね。でその人にこう案内するって行ったんですけど、やっぱそこでもこう話が通じなくて、でもう筆談が始まったんですね、はい、漢字だから通じるかな、筆談するんですけど、向こうは書く漢字もやっぱ全然わからなくて、まあ、とにかく何を書いたかって言ったら、なんかまあ妻とか嫁書いて、はい、で、30分戻るみたいな、うん、今はいないみたいな感じで、はいはい、なんとか通じて、で嫁中国語 OK とかね、なんかんな感じで、で待ってたんですよ。でもうお腹が減った、はい、何も食べれないって言ったら、ここはね、いや泊まるとこないよって言われたんですよ。ホテルなんかないよって。で後々、まあ、嫁が実はね、嫁がこう下ってて、そのリュックサック見つかったんですよ。あ、よかったねこれね。そう、戻っていくとこ、ショートカットでぐわー飛ばしてバイク行ってくれたみたいで、でそれ追いついて見つかったんですよ。それはそれで本当安心したんですけど、うん、で泊まるとこがなくて、なぜかというと、まあ、そこは一応避暑地にはなってるみたいなんですよ。中国人の軽井沢みたいな感じで、でその中国人のある程度こうその避暑地として、夏の間は来るけども、はい、その11月の寒いとこに誰も来ない、ましてや外国人の観光客なんかこんなとこ来ませんかって言われて、全然当てが離れてたんですよ、はい、でどうしよう、もうこんな時間から帰られへんしって言ったら、はい、じゃあもうちょっと見てあげるって言ってくれたのと、あともう当然そんな何も食べるものなく中が減ったって言ったら、じゃあ作ってあげるよって言って、いろんなもの作ってくれたんですよ、はい、そんな人が、うん、ものすごいそのおもてなしを受けて、僕らはそのミャオ族を見に来たって話をしたんだけど、はい、実はそれは常にミャオ族のこういう髪型をしてる人はいなくて、うん、もう今やその正月とか祭りの時とかしかしてない、うん、で普通はもう見せないってことだったんだけど、まあ、その時仲良くなって、うん、まあ、しゃあないって形で翌日、まあ、あなたたちを見せてあげようって言って、わざわざしてくれたんですよ。はあ、その人の奥さんとか、はい、ね、結構これを作るのにもあの水牛の角を入れて、はい、昔は地毛だったんですけど、今はちょっとまあ毛糸もいいと思うんですけど、うん、多分やるだけで多分2時間ぐらいかかってると思うんですね。これやって僕らの前にちょっとこの続きはちょっと CM の後で、はい、ちょっと聞いちゃいますか。その時間です、はいはい、じゃあちょっと一旦 CM でお願いします。お願いします。もう終わりなの？もっとしてほしいよ。もうちょっとだけね。耳元でささやくような声ってどう歌えばいいんだろう。先生知ってる？ちょっとやってみてもいい？ということで、まあ、ごくごく簡単に、まあ、その後ちょっと、はい、あったんですよね。まあ、おもてなしを受けてね、で当然お金を払う、当たり前ですよね、宿泊料、はい、ご飯料、はい、でもそれ一切受け取らないですよ。へえ、何もない、はい、そのまあ民族衣装見せてくれたことにはチップは払ってたけども、一切受け取らなくて、ものすごいおもてなしになったんですね。僕その中国人って、まあ、そのお金も結構いろんなことがあったりとか、うんうん、やっぱりその反日みたいなのがあるでしょ、うんうん、中国人に変わる、でもね実はもう本当にそういう素朴な本当に心があったかい人っていうのが実はいてね、はい、これもやっぱり人間というか地球人ってやっぱ一緒だなって思ったんですよね、うん、一つだって。なるほど。それを僕なんか伝えたくてね、うん、なんか中国でもそうだし、あとトルコとかモロッコとか、そのアラブイコールなんかこう
アルカイダイコール危ないとか、なんかそういう先入観ってどうしてもメディアを通してあるじゃないですか。でもね、それはそういう人も中にはいるけどね、でも実はそういうところをやっぱり伝えたいなって。まあ、そんなね、そうちゃんとぜひね、まあ、つながっていただけて、まあ、個人でFacebook ページ、されておりますし、まずイベントの方がね、はい、この後ありますんで、まあ、11月、まあ、7日が広島、22日が長野、12月5日が栃木、26日が横浜と、だから、まあ、詳しいことはね、またホームページなんかも見ていただけて、はい、見ていただけたらというふうに思うわけではなくて、まあ、残りあと1分ぐらいあるんですけども、はい、その辺もメッセージ含めて、そうちゃんから見ていただいている皆さんへ、はい、お願いします。旅を通してですね、本当に家族の絆とか、あと、まあ、その旅はそうなんですけど、いろんなその家族のあり方、あとは人生のあり方とか、いろんなことをその学ばせていただきました。なのでそこを通して、今後ね、僕も44歳ですけども、特に40代とか30代、50代も含めて、この先どうしようかなとか、家族のために仕方なく働いてるとか、そんな人がもう、でも、だから残りの人生を切ったことになりたいなとかっていう人のこの後押し、背中を押してあげたんですよね。なるほどね。でそれをこう伝えるために今全国を回らせていただいていて、はい、なんかぜひともそういう方、ご縁のある方に話をしたいのと、そういう人と人をつなげる役割をこれからになっていきたいなと思ってて、はい、ぜひご縁があれば、呼んでいただきたいなというふうに思います、ね、ぜひ皆さんつながっていただいてね、もう全然こう尺足りませんから、もっとたくさんのね、そうちゃんの思いのお話聞いていただけたら嬉しいなというふうに思います。本日どうもありがとうございました。ありがとうございました。ということで皆さん、また来週も見ていただきたいと思います。ありがとうございました。また来週。森は魅力でも